株式会社マスヤは、三重県伊勢市に本社を置くせんべいを、おもとする米貨の製造販売を行う企業である。ウルチマヨをもとに作られるせんべいなどの米貨メーカー。特に、おにぎりせんべいや、ピケハチなど、40年以上にわたって発売され続ける、ロングセラー商品を持つことで知られる。赤福餅で有名な、株式会社、赤福の関連会社である。おにぎりせんべいかつてより、 余った赤福餅を赤福社長の自定が経営するマスヤのおにぎりせんべいに再利用しているという都市伝説が存在しマスヤと赤福が公式に否定したことがあったマスヤの回答にあるように赤福餅はもち米おにぎりせんべいはうるち米を使用しており両者の融通はありえないしかしその後の調査で2000年5月より2007年1月11日までの間 和菓子製造部門が赤福から仕入れていた無機案を適切な原材料であるかどうかを確認せずに利用していた。なお、2007年1月15日に赤福側から無機案は売れ残りの赤福餅を再利用したものであり原材料として不適切であるとの通報があった。和菓子の饅頭や川ではこうした事実を知らされずに正常な反省品として 無ア案を購入し使用していたとしている。AB 株式会社、マスヤ第20期決算広告赤服、無ア案使用問題に関する、お詫び等をお知らせ、アーカイブド2007年11月23日、アットザウェイバックマシン。ありがとうございます。